なんて勝手な真似をしてくれたんだ。すべてをぶち壊す気か。私の会社が今あるのも、お前がのうのうと学生生活を送っていられるのも、すべて北条院長のおかげだということは知っているだろう。急いで着替えなさい、香織。今から一緒に先方に謝りに行くんだ。誠心誠意謝罪をすれば許してくださるはずだ。凛君とも話したが、そう言ってくれているぞ。嫌です、私は行きません。いい加減にしないか。どこまで困らせれば気が済むんだ。私の言うことを聞きなさい。お前自身のためでもあるんだ。それ以外に選択肢などない。行きたくないよパパ。死んでも行きたくない。凌介